今回は別府記念競輪の決勝の予想をさせていただきます。はい、12レースの決勝なんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、まあ、戦い方の想定なんですけれども、先行はですね、6番の中川選手、8番の伊藤選手、これどちらも先行で戦っていきたいというところ。それに対して1番の松浦選手が自在戦、で、7番の武藤選手が短期での追い込みで考えております。 このレースの展開の予想なんですけれども、6番の中川選手、8番の伊藤選手ですね、これどちらが主導権を取るのかによってですね、まあ展開的には変わってくる形になるんですけれども、これ6番の中川選手、主導権取りに行く動きに対して、8番の伊藤選手もこれ一緒に上がっていって、先、ま、行、あ、争いまでありで、1番の松浦選手としては、この先行争いを誘ってできる限りですね、 長い時間、先行争いを誘いたいという形。で、8番の伊藤選手と6番の中川選手、これ、ダッシュの差で私としては6番の中川選手のラインが主導権取れるんじゃないかなっていうふうに考えてみてます。で、7番の武藤選手なんですけれども、私としてはこれ、あのー、中勤ラインですね。 を追走していく形で、あの、切り替えしてしまうと結構足使ってしまうんで、これ、あの、中金ラインでですね、決め打ちして追っていけるといいんじゃないかな、っていうふうに思ってます。で、一番の松浦選手としては、あの、中段以内は必ず欲しいところなんで、あの、並走する形になったとしても、この、えー、 4番手、5番手の1っていうのは譲れないから。で、8番の伊藤選手、もしこれ主導権取れなかった形になったとしても、踏み上げておいてですね、2番の安倍選手にチャンスがあるように、踏み上げて、もしちょっと外に膨れる形になったとしても、2番の安倍選手が自力にチェンジできるだけの踏み上げはしておいて。で、それに対して、3番の古書、えー、先生ですね、あの、車間を切って後ろを牽制して、 最終的には出ていく形。で、これ7番の武藤選手を追いたいですし、1番の松浦選手としてもできれば5番の浅井選手の後ろのところからですね、行きたいという形になるんじゃないかなというふうに私としては考えてみております。 このレース狙い目なんですけれども、本命は3番の小翔選手にさせていただきまして、その場合はですね、1番の松浦選手、5番の浅井選手、7番の武藤選手の組み合わせ、3から15、7の流しという形で考えさせていただきました。2番の安倍選手とですね、非常に迷うとこなんですけれども、私は3番の小翔選手から行かせていただきます。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。